775です。ソビエトボギンスカヤです。この選手は去年の世界選手権種目別平均台で3位になった選手です。これも高い。去年の出場選手の中で一番大柄な選手ですね。そうですね、157センチ、はい、演技も映えますね、大きいだけに。ボギンスカヤは85年のジュニア選手権個人総合2位、ジュニア時代に確か日本に来ていると思いますね、はい、これもなかなかいい演技でしたね。そうですね、こうつけがたいところですね。そうですね、どの選手もこう見劣りしませんね。そうですね、もう規定も4年目ですから、もうそれぞれの選手の熟練性が出てますね。はい、4年ごとのオリンピックの後に規定の内容が変わるわけですね。そうです。したがってオリンピックが一番最後ですね。はい、ボギンスカヤのゆかでした。15歳です。157センチとソビエトの選手の中では一番大柄な選手です。ソビエトは去年の世界選手権団体でルーマニアに敗れまして、まあ、その時は何人かの選手が悔し涙を流してましたね。そうですね、今回はその打倒ルーマニア、非常に力が入ります。さてボギンスカヤ、9.90 という高い得点が出ました。ボギンスカヤのゆかです。